八田川は、愛知県を流れる庄内川水系の一級河川。愛知県瀬戸市の海上の森を水源とする海、上川と、さなげ山を水源とする赤津川が合流し、八田川の源流となる。源流部の別称山口川は、瀬戸川と合流した地点から八田川と名前を変える。おおむね、西へ流れ、支流の金出川や瀬戸川などを合わせ、名古屋市西区で庄内川に合流する。 名古屋北区触れ合い橋付近には、八田川の水を利用する八田川河川噴水が整備されている。八田川の八田は、尾張国地名校によると、山田から省略されたものとされる。上流の丘陵地帯の地質が河口岩であることにより、そこから発生する土砂により、庄内側と合流する川口付近の下流域は、古くから水害に悩まされてきた。そのため、 和重を構築してきた。改善策として1930年には、八田川の付け替え工事が行われている。かつての流路は、北区福徳町、中霧町、上岸寺を庄内側と挟み込む形になっていたため、その間に存在した村は、川中村と呼ばれていた。付け替え工事のため、川の中ではなくなったが、名前は変わらなかったため、現在も、 川中町という地名が残っている。また、かつての流路には、細長い高地を持つ、愛知県立愛知工業高等学校の跡地があり、かつての川の姿を彷彿とさせている。庄内川と合流している地点にある、お大遊水地は、遊水地としての機能を持ちながら、庄内緑地として、整備、市民に開放されている。江戸時代、八鷹川下流の安水の堤防には、 萩が植わっており、秋には多くの行楽客で賑わったという。この名所は当地の萩の村の地名の由来ともなった。毎年8月には、名古屋市北区の三海峡付近から新川中橋付近にかけての河川敷において、全国選抜名古屋大花火が行われていたが、2005年に万博による警備上の問題を理由として、休止、2006年に廃止が決定された。 八田川大橋付近の小石工場新川中橋は国道41号の橋。もともと加強されていた川中橋については、くすの市によれば、1928年に初めて加強されたが腐敗したため、1944年8月に改めて竣工したという。名称は北川中橋、南川中橋と分かれていたが、 現在同様一体の橋として利用されていたようで、ある。木造によるもので、幅は5メートル、長さは、北側中橋が196メートル、南側中橋が176メートルだったという。この時の南北側中橋は、新川中橋より、軽流川に加強されていた。触れ合い橋触れ合い橋は、歩行者及び自転車専用橋。1993年に加強され、 長さ約360メートル、幅4メートルで総工費約17億円。正式名称は、西矢島人道橋。この橋は、TBS 系、ドラマ、愛の110番のロケ地として使われた。三階橋三階橋は、愛知県道102号名古屋犬山線の橋。1877年頃、黒川の整備と共に加強された際。 福越により八田川地下を渡る堀川を1階、八田川を2階、そして橋を3階に見立てて命名された。1927年、従来の目標より、鉄筋コンクリート造りの橋に改築された。現在の橋は2017年、拡幅と京南三佐路の一部立体交差化を目的に、完成した。八田川橋や田川橋は、愛知県道十五号名古屋田治線の橋。 1884年、終わり藩市、水谷忠だにより、目標として成立。1914年に、鉄骨木造橋に改築。さらに、1953年に、西側が、鉄筋コンクリートに改築され、1959年に、東側が継がれて改築された。宮前橋、宮前橋は、愛知県道30号、関田名古屋線の橋。 1937年、広行の三菱の工場とその北側にある従業員住宅を結ぶため、松川橋の廃材を利用して佳境された。戦後、森山の新中軍の要請により、1959年1月にコンクリート造りの橋として改築された。名称は、新名社の前にあることによるという、庄内川橋や田川大橋。ありがとうございます。